マイクロチップテクノロジーはアメリカの半導体製造業者であり、マイクロコントローラメモリ、アナログ IC などを主に製造販売している。マイクロコントローラの PIC シリーズ、シリアル E-PROM、シリアル SRM a、キーロックデバイス、RF デバイス、温度センサー、電源管理、デバイス、インターフェースデバイスなどの製品がある。インターフェースデバイスとしては USB、 ジグビー、ミウィー、コントローラーエーリアネットワーク、イーサネットなどがある。本社はアリゾナ州チャンドラーにあり、ベハー工場はアリゾナ州テンピとオレゴン州グレシャムにある。主な競合企業はアナログデバイセズ、アトマル、フリースケール、インフィニオン、マキシムインテグレーテッド、NXP セミコンダクターズ、ルネサスエレクトロニクス、ST マイクロエレクトロニクス、 テキサスインストゥルメンツである。日本法人マイクロチップテクノロジージャパンは東京と大阪にオフィスを持つ。1987年、ジェネラルインストゥルメントがマイクロエレクトロニクス部門を完全子会社としてスピンオフしたのが始まりである。1989年、投資家グループに買収される形でジェネラルインストゥルメントから独立し、1993年に 株式公開となった。2009年4月、大気電力が世界最小のナンワット XLP というマイクロコントローラのシリーズを発表した。2009年の時点で累計60億個のマイクロコントローラを販売している。2010年4月、シリコンストレージテクノロジーを買収し、その資産の一部を同年5月にグリーンリアントシステムズに売却した。 2011年9月、100億個目の PIC、マイクロコントローラーを出荷した。2016年1月、アトマル社を買収。ありがとうございます。